はい、じゃあまず選手一言ずつ今日来場された皆さんに自己紹介していただければなと思います。じゃあ先輩山本和樹選手からお願いします。皆さんおはようございます。背番号21番フォワードの山本和樹です。僕は5年目になります。今年はいい結果残せなかったんですけど、来シーズンはプレーオフ行って優勝しますのでよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。そうですね、和樹選手は、フリーブレイズに入団するときにチームもできてね、もう5シーズンが経ったということなんですね。はい、じゃあ続いて真ん中木本選手お願いします。皆さんおはようございます。背番号50番、ゴールキーパーの木本茂人です。僕は入団次で4年目になります。今日はよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ゴールキーパーですからね、相手のシュートを受け止めるポジションということです。では水内選手お願いします。こんにちは。背番号18番水内直人です。僕は入団3年目になるんですけど、昨シーズンはチームも個人的にも納得できないシーズンだったので、来シーズンこそは、チームとしてもまた個人としても、いい結果を残せるように頑張っていきますので応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。選手の皆さんから自己紹介とご挨拶をいただきました。さて、今日はシンフォニープラザ5周年ということで、いろいろなイベント催し物も行われているわけなんですが、選手の皆さんもシンフォニーでは遊びに来たりとかお買い物とかはしてますよね、きっとね。いろんなお店ありますけれども、こうどこのお店によく行くのかなっていうのをちょっと聞いてみようかと思うんですが、和樹選手いかがですか。はい、まあ、いろいろ行くんですけど、一番行くのはケーズ電機に行きます。電化製品はね、新しいものどんどん出ますからね。はい、今なんか気になる商品とか欲しいものっていうのはあるんですか。前去年の夏に引っ越ししたんで、その時に家電を揃えるために、はい、利用させていただきました。そうですね、フリーブレイズの選手は、独身の選手は白山台にあります寮に住んでるんですけれども、ね、この度ご結婚もされまして新生活をスタートさせたということで。ありがとうございます。じゃあもう家電は一式買い揃えたんですか。そうですね、はい。次に何か欲しいなと思うものあります。次は空気清浄機が欲しいです。ちょっとね、空気も乾燥してますしね、最近ね。わかりました。はい、じゃあ続いて木本選手は、シンフォニープラザいろんなお店ありますけれども、どのお店利用しますか。僕はケーズ電機、まあ、同じくケーズ電機かユニクロですね。ああ、そっか。じゃあ洋服もこちらで買ったりするんですか。やっぱりインナーとか、仕事の時のインナーとかはよく買いに来ます、ね、ああ、そっかそっか。そうなんですよね、この後ご紹介もしようと思うんですが、今オフシーズンはここの近くにありますスポーツ店でお仕事しているということで、その時に着るものも買うんですね。なるほど。じゃあ水内選手はシンフォニープラザではどんな買い物をしていますか。僕もちょっと2人と被っちゃうんですけど、ケーズ電機とユニクロにはよく行きます。ケーズさんで何か買ったものとかはありますか。空気清浄機買いました。結構皆さん空気清浄機ってブレイズの選手は欲しがるんですか。そうですね、やっぱ声が命なので喉は大事にしたいです。じゃあ我々もじゃあ参考にさせていただきたいと思います。わかりました。次に何か欲しいものありますか、家電などで。ちょっと iPad が欲しいなと思ってます。お、持ってる選手多いですか、フリーブレイズの中では。持ってる選手、まあ、割といると思います。で、遠征で同部屋の畑選手がいつも自慢げに使ってるので。見せびらかすんですね。はい、あれで結構ねホッケーの動画とかもね見れたりもしますしね。わかりました。はい、結構ね選手はやはり若い選手も多いですから、そういった家電とかにも興味はあるようですね。はい、
さて、今日はですね、このシンフォニープラザ店さんで、トークショーさせていただいているということで、まあ、フリーブレイズご覧になったことがある方も、まあ、偶然今日お買い物で通りかかってご覧になっている方も多いと思いますので、皆さんがこうアイスホッケーを始めたきっかけといったあたりも今日はじっくり聞いてみようかなと思います。じゃあ山本和樹選手はアイスホッケーはこう何歳の時にどういうきっかけで始めたのか教えてもらえますか。僕は4歳の時にあのアイスホッケー始めました。結構小さい頃からですね。はい。で、まあ、兄が先にあのホッケーやってたんで、あの僕もそれを見てやりたいと思ってやりました。和樹選手はご出身どちらなんですか。僕は北海道の釧路になります。今八戸の子たちも朝練とかね、はい、5時ぐらいから練習をして頑張ってるんですけれども、はい、後ろではやはり朝の練習は早いんですか。あ、だいたい時間同じぐらいで、はい、ね、やってます。後ろどのぐらいそういう子供たちのチーム、はい、幼稚園児とか小学生が参加するチームはどのぐらい数あるんですか。あ、僕がいた時は10チームぐらいはあったんですけど、まあ、今はあのーやっぱ人も減ってきて合併してるチームが多くて、はい、最近知ったんですけど結構もう合併が多いんで、うん、個人、まあ、個人普通の団体のチームは減ってますね。そうなんですね。わかりました。はい、じゃあ続いて木本選手はアイスホッケーを始めた年とそのきっかけ教えてもらえますか。僕は、7歳です。小学校2年生の時なんですけど、まあ、同じく兄がホッケーをやっていて、まあ、それについていってでやってる時に、まあ、3年生以下の大会っていうのがあったんですけど、はい、それの時に、まあ、キーパーがいないっていうことで、まあ、急増でとりあえずその大会だけキーパーやってくれということで、まあ、いやいやですけど始めました、はいはい。まあ、確かに点取りたいですもんね、ホッケーやるとなると。あ、でも今プロでもホッケーキーパーをやってるわけですけれども、じゃあキーパーを続けようと思った時はいつなんですか。その試合で最初勝ってしまったんで、おう、なもういいぞいいぞとそのままやれという感じで流れでずっとやってます、はい。あ、じゃあそういうキーパーがいなかったという偶然がプロでもキーパーを続けることになったんですね。なるほど。はい、じゃあ水内選手はアイスホッケーを始めたきっかけを教えてもらえますか。始めたのは6歳で小学校1年生で、僕も2人と同じで、4つ上の兄がやっていて、まあ、僕は幼稚園とかでもスケート教室があったんですけど、スケートが大嫌いで、本当は野球やりたかったんですけど無理やりやらされました。じゃあ一時期は野球もやりながらアイスホッケーもやりながらだったんですか。あの野球は、まあ、本当遊びでしかやってないんですけど、小学校4年生ぐらいの時は多分野球部に入ってるやつよりもうまかったと思います。あ、スポーツ万能だったんですね。わかりました。はい、やはり皆さんは小さい頃から、まあ、小学校入るかあるいはまあ入ってから始めたということですね。はい、そして皆さんはこう小さい頃から始めたアイスホッケーを、まあ、寒い中でも大変な中でも頑張ってそしてこうプロになったわけなんですが、そのプロになるにあたって、まあ、これまでアイスホッケーいろんな方に教えられたりとかアドバイスを受けたりとかいろんな監督さんのもとでホッケーをやってこられたと思うんですが、特にこの人にお世話になったこの恩人がいたから恩師がいたからプロになれたという話も聞いてみたいと思うんですが、その中で山本選手はいかがですか。はい、まあ、あえて挙げるとすれば、まあ、高校時代お世話になった鈴木司監督にやっぱり一番鍛えていただいたんで、まあ、はい、高校時代の監督さんどんな方だったんですか。はい、すごく厳しかったですし、まあ、まあ、時にはまあ体で教えることもありましたけど体で教える、まあ、今言い方しましたね。はい、今はちょっと NG だと思うんで、はいはい、まあ、いろいろと教えていただきました。高校は山本選手はどちらだったんですか。僕は駒大苫小牧で、はい、行ってました。ものすごい強豪校ですよね。
釧路からそのままこう釧路の高校に行かずに、そう苫小牧のすごい強い学校を選んだ理由はあるんですか？もともとやっぱり駒澤に行きたいっていう気持ちが小さい頃からあったんで、はい、まあ、そこを目標にしてたんで、はい、行きました。練習厳しいんですか？練習は厳しかったですね。はい。それは時間が長い、それとも練習の質が濃いですか？時間も長いし、まあ、走る距離が半端なかったんで、まあ、今より相当きついです。じゃあそれで体力もつけてきたわけなんですね。はい、分かりました。はい、じゃあアイスホッケーの恩人木本選手はどなたですか？僕も、まあ、高校の先生になるんですけど、顧問だった、港屋先生ですね。はいはい、どんな先生だったんですか？やっぱり、まあ、やっぱり厳しい先生で、まあ、同じくちょっと体で教え込まれることも多かったんですけど、はい、まあ、普段は厳しいですが、まあまあ、担任もずっとやってて2年間、はい、担任の先生でして、まあ、私生活からホッケーから、まあ、ホッケーが良くても私生活でダメな時は怒られたりして、で、はい、で3年間過ごしました。はい、今年の1月に八戸でインターハイ、高校ナンバーワンを決める大会がありまして、多分選手の恩師の皆さんも全員来ていたと思うんですが、優勝した白川学園高校の港屋先生とは木本選手、久々に会うことはできました？そうですね、そんなにたくさん喋ってはいないんですけど、まあ、差し入れを持って試合を見に行ったんですけど、まあ、変わらず元気そうで良かったですね。はい、やはり差し入れ持っていくんですか？どんなものを持っていったんですか？まあ、スポーツドリンクなんですけど、だいたい母校が、まあ、高校でも大学でも来た時は、まあ、OB の選手で差し入れ持っていったりしますね。わかりました。そうですね、フリーブレイズの選手もね、恩師の皆さんとお話などもしてましたからね。はい、じゃあ最後、水内選手はアイスホッケーでお世話になった方はどんな方ですか？まあ、小中高大学で今もそうなんですけど、常に、まあ、いい指導者の方に恵まれてきたので、誰か一人挙げるっていうのはちょっと難しいんですけど、まあ、一人挙げるとすれば小学校の時に教えてもらった、仁先生という先生です。小学校の先生？はい、そうです。どんな先生だったんですか？すごいユーモアのある先生で、まあ、遊びの中にいろいろ練習を取り入れて、まあ、僕らが飽きないようにいろいろ練習を考えてやってくれた人 で、その先生自体はアイスホッケーの経験がなかったんですけど、まあ、独学でいろんなことを、まあ、教えてくれて、まあ、その時教わったことが今の自分の基礎となっているかなと思うので、はい。なるほど。じゃあ小さい頃ですから、あまりこうホッケーを厳しく教えるとかえって嫌がってしまうかもしれませんが、ちょっとこう楽しめるところも織り交ぜてくれたんですね。そうですね、練習のメニューとかすごい面白くて、はい、遊びの中にいろいろ混ぜたりしてくれたので良かったんですけど、結構試合とかでは厳しかったです。あ、じゃあそのオンとオフの違いもあったんですね。そうですね、わかりました。はい、こうやってプロになるにあたって、まあ、小さい頃からとか、あとは学生時代にいろいろな方の指導があってこうやってプロになったという話でした。